将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。全ては手遅れだったのか、灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵御両絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ腹から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったっちゅうわけか。ああ、
かし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。ごめんなさいね、皆さん。秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動をとった。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤に繋がっとるっちゅんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいっす。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でもでも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにある。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを金の塔の力を使って一気に叩く腹なんだろう。予府の利ちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんの。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すんだね。ああ、奴はおやっさんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨をも殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって。西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ。
今伊藤さんの御両英二たちが町中に溢れています。斎藤さんじゃ顔が悪すぎている。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことかいね。平助以外はな。だが大政奉還後西郷桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が行ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえと。あいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか御両英二の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。落とせにお龍まで、どういうことなんだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿屋です。名は大宮。大宮、誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか？お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて、立て直しが安上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや坂本様、この落とせ資材のすべてを失っても構いません。せやからこの京の町をお救いください。落とせ、三風呂が京にやってきてから1年、京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声が止まないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになればそれも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ押しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため決着をつけてください。
同じ思いです。せやさかいうちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。よし、それじゃ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたか。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。ん？なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだ龍馬、この顔懐かしいだろう。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手、土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。その人です。うん、その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。イクマスという女に近づけばカツラに近づけるはずだ。カツラが秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じてカツラと会ったことがある。それじゃあカツラの方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ。その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ、飲みに行くふりしてしれっと行ってきますよ。東堂、お前は今危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。わかってますって。よし、では我々は日の落ちる前に豚所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。
まへんか。助けてくれまへんやろか。あそこで揉め事起きてて、怖い人に囲まれとる人が。Yeah.